どうも、リョマインカップルのマイです。リョです。本日の企画は、はい、ドライブを兼ねて、はい、夜景に行こうと思います。夜景行くん？うん。ただいまの時刻は22時です。夜景どこの夜景行くん？まあ、その成り行きで近くのところ。成り行き？うん。まあ、いいとこ知ってますから。なんで知ってるん？それ行ったことあるからでしょ。誰と？誰ってそんなの、元カノや。黙れよお前。ガチで気象人けど。なんで聞いてきたんや。言わんでいいねん。なんで？だから嘘も方便って言葉があんねん。なんで分からへんのそれも。モテへんな自分。男友達と言った。遅いねん。もう言ってもモテるやんな。しゃべんな。ってことで寒すぎるてか。まあ、そうやね、暖房つけたらね。音入るから暖房つけれへんねん。まあ、ポンコツかやからな。うん、ペンツ。ペンツ違うな、お腹すいたてか。後で食べたらいいやん。さっき食べたい。ダメ、マジでお願い。うん、無理です。なんで？だってその行くのさっき行った方がいい。だってさ、今行かなさ、全部閉まるやん。わかりました。じゃあ皆さん待たして一回飯挟もうか。ごめんみんな、お前もうな、お腹すいて見た目の通りな。やめてそれ。何？何もしない。どうこれ。やめて。臭い。じゃあとりあえず行きましょか、ご飯。バイバイ。大丈夫？タバコ吸いすぎ。心配してって言わんの？心配してるやん、だってもう言う前に。はい、はい、一蘭を食べてきました。一蘭食べました。そしたらやばかったな。うん、だり臭かってんけど。なんか歩きながら香水振りまいてる子おったもんな。やばい、あれなんかさ、意味がわからん。一蘭に行くために香水をあんな振る必要あるみたいな。一覧に入る瞬間にめっちゃ香水振ってて、でしかもバリきついねんか。あんな飲食店にいるし、マジであの非常識よな。分かってないよな。マジで臭いねんけど。ほんまにやめろよそれ。ってことで腹ごしらえしましたんで、だから夜景を見に行きたいと思います。ほんまに。ほんまにやばい。ちょっと見て、横見て。ちょちょちょ、鼻くそ見えてる。嘘、どこどこ。ちょ、目でつけんねん、それノリで。え、いいって。なんで、なんで求めてたやろ。求めてないって。普通に左、じゃこっちから見とって鼻くそ見えてる方が気悪かったか言っただけ。目つぶってじゃ。何が嫌や、つけんやろ。無理無理。ちょ、いいって。あー、チューしようと思ってたのに。マイコはあまり天才やから反射神経いいから分かるんすよ。見聞色ですか。さてな、してよ。行きましょうか。じゃ一回して。やせ、じゃ早して。でして、やめて。して、早く。しません。くっさ、へしたやろ。してマイコじゃない。違う、してないもん。だってヤケ行くからってめちゃめちゃルンルンやな。そらそうでしょ。もうヤケ行ったことあったっけ一回。ないわ。ないんちゃう。ないわ。その山の方とかはないんちゃう。イルミネーションみたいな。今からさ。いや、あるわ。行ったことあるわ。どこで？あの京都の 将軍山みたいな。なんか将軍とか。あ、そうそう。行ったっけ。行ったやん。え、行ってないねんけど。いや、行ったから。行ってない。行きました。で将軍塚行きすぎてさ、マジで昔。誰と？え、そう、友達とかよ。だって京都って言ったらあそこしかないもん。友達って男？え、その男女交えてとか、はあ、あるやん、よく何人かで行くみたいな。うん、そんなんやって自分何回どんだけたらくやけ女連れてったん。俺あれやもん、一人で行って。じゃあほんまのこと言ってガチで嘘なしにしよう。じゃあこっから、はあ、マイクも正直に言うから。分かった。じゃあお前ちょっとマジで言ってな。じゃあネタじゃない、撮ってるから言って。ほんまに言ってな。うん、じゃあ言ってな。わかったって。え、じゃあ夜景行こうって言って何人も連れてったやろ。うん、きっしょこいつ。なんで正直って答えろって言ったやん。やっぱりきっしょい。で、で、じゃあ夜景のどこでカーセックスしたことある。うん、え、キモいねんけど。いいやん、やらんとかって。無理な、無理やねんけど。笑ってるけど。な、いやよ。んな、聞いてこんといて。ほんまにしたん。
聞いて本当に。じゃあガチでしたん。じゃあ聞いて本当に。じゃあガチでしたか聞いて。そしたら怒ったりそういうのするんやめてじゃん。じゃあ撮ってるからって言ってるじゃなくてほんまにしたん。いやだからそれやめてなって。分かった。さっき約束してな。聞いてきて何よ何でだからその夜景でそのカーセックスしたか約束してなしたよ無理言ってるやん言ってるやんえじゃあちなみにじゃあ何人何人としたん1、2、3まあ面白くない嫌なんやけど普通にまあマイクもしたけど対抗してほんと何で嫌じゃないのえ嫌とか思わへん想像したら。過去のことやから。じゃあ想像してじゃ一回。マイコが他の。想像せえへん。してほしい。俺もそんな豊かじゃないから。何が性のことに関して。頭が柔軟じゃないね、思考が。黙れ。黙れよ。だってマイコより絶対経験人数多いもんな。余裕で。いや、多くない。絶対多い。多分やばいで。硬派とは俺のことや。ちょ、またやばい。何お前やばい。やめてもう。俺が壊してる。やめてって。いや、ほんまにマイコだって嫌やねん。そうしたくない。やめてって言って言われたくないねんけど。もう、りょうくんだけは絶対言われたくないからな、マイコ。俺なんか、へえなんかしたことない。やばいやん。ほんまにリアルに10分に1回してるやん。そうだな、動画撮ってるからってな、もらんといてくれ。ちょ、ガチやから。自分さ、何寝てる時に、まあ朝方、朝をなるやん。前置きや、みたいな。言ったらさ、足をさ、変えるみたいにしてさ、へえこいてるんで。ガチでこれ。だから無意識にしてんねん。これそれさ、マイクがさ、ちょ、もうって、みたいな。言うやん。普通やったらさ、笑ったりするやんか。笑ってないからガチで無意識にしてんねん。怖いで、お前、マジで。寝てる時のことは知らん。いや、だから寝てる時にそれってやばいよな。マイク寝てる時とかお腹せえへんもん。いびきもかかへんし。マイク今日さ、うん、これな、うん、新しいリップ買いました。あ、こっちか。シピシピの、このグラス。あ、ご結婚おめでとうございまーす。コビットかな。マイコたちは、うん、マイコは特にガードマンさんの本当にファンで、もう昔から見てたんですよ。はい、で、私がそのハマった理由が、お兄ちゃんがめっちゃおもろい YouTuber おるぞと。一回は見てみろみたいな。そっからマイコの方がハマって。実家に住んでた時からだって見とったもん。ほんまに。マジで。え？え？どういうこと？え？何？え、ガチで言ってる。え、なんで？は？何？何言ってんの？何やってるの？何？え、何？どういうこと？え？え、何？何？何？聞きましたよ。え、なんで？ガチで言ってる。着きましたよ。え、どういうこと？え、ガチ？え、これほんまにガチで入るん？なあ。なあって。え、ガチ？着ましたよ、ガチ。夜景よりいいやん。着ましたよ。夜景よりこっちの方がええやん。どこですか？みんな分かってないですよ。え、それで、ガチ？後ろにちょっと映ってるけど。あ、え、これラブホー？うん。X。え、ガチ？ほんまに行くん？夜景より嬉しがってるやん。え、夜景よりこっちの方がいいやん。ロマンのない女。何がよ、マイコの絶景見したろか。え、ガチで入るん？え？ガチで入るん？これ嘘じゃなくて、ここまで終わりとかじゃなくて。ドッキリ。どういうこと？夜景行くと見せかけてラブホテルに連れて行ってみた。いや分かってんねんけどいや、ここで終わって帰るとかないで。帰るよ。え、なんで？無理帰るって。いやーやって来た意味ないやん。じゃあ帰るよ。え、無理やねんけど。無理無理。それやったら夜景連れて行って。分かった分かった分かった。やっぱあかん。あかんって。無理無理。入ろうよ。あかんあかん。なお願い。いや、なんで？じゃあこれはドッキリやから。だから入ってよ。入ったけど出るよ。いやよ。なんでやろ。いやよ。俺も嫌や。だって去年のゴールデンウィークやで最後行った。いやや、行きたい。いや、その後行ってるやん。行ってない。一回行ってる。いや、セックスしてくれへんかったやん。しへんかったやんね、こいつ。行くだけ行ってセックスしてないやん。
意味分からへん。行きそうやな、どう考えたって。すいませんでした。いや無理無理無理、行きたい、入ろ。入れへん。え、無理やって。じゃあ行こうか。行こう。はい。ガチで意味分からへん。これでいいわ。なあ、え、行きたい。じゃあもう、なんで。じゃあもうドッキリやから、これで終わりやん、動画撮る。無理やって、普通に。ほんまに行けへんで、ドッキリやから。意味分からへんねんけど。ドッキリやと言ってからやんけ。ほら、次々部屋取られるって。見てみろや。今来てんぞ。やっぱり性欲強そう。